未来を築く希望の光、ウルトラマンタリガー。みんなを笑顔にしたい。それが僕の夢見る未来です。ナースデス星号発進。皆さん、毒状だ。とうとうこの時が来たのか。ウルトラマントリガーニュージェネレーションティガ、毎週土曜朝9時。ウルトラマン放送開始55周年のこの夏、円谷プロの昭和、平成、令和を貫くアートワークスと最先端技術のデジタルゾーンが関西へ。円谷エキシビション2021、神戸兵庫県立美術館ギャラリー。ウルトラヒーローズエキスポ2021サマーフェスティバル、略してウルサマ。ヒーローが夏を連れてくる。ウルトラマン55周年を記念したジオラマ、ヒーローとの撮影会、超迫力のバトルステージ、新ヒーローウルトラマントリガーが毎日やってくる。ウルサマは完全入れ替え制で開催。チケット先行受付中。つぶらやイマジネーション有料会員は500円引き。詳しくはウルトラサブスクで検索。しかし先生から聞いたところじゃ、君には自慢できる立派な父親がいるそうじゃないか。地球防衛軍の一員として立派に戦ったお父さんが。でもいくら立派な偶像を見せられても、偶像はあくまで偶像です。僕と父の間には親と子の愛情と呼べるようなものは何一つないんです。じゃあ聞くが、なぜ君はお父さんの形見のペンダントなんかを持ってるんだい。なぜだい。なぜ大切に持ってるんだい。京太郎君。藤本さんの言う通りです。僕がこんなものを御所を大事に持ってる理由はどこにもないんです。どこにも。バカ野郎。二度とこんな真似をしてみろ。俺はただじゃおかないぞ。いいな。なあ京太郎君、父親の弱さや欠点が理解できるようになるのは20代も後半になってからなんだ。まあこいつは俺自身の経験から言ってるんだから間違いない。だからなあ京太郎君、一郎君のお父さんのことはこのままそっといいな。はい。奴は俺に任せろ。僕は僕自身の意志で戦いたいんです。僕自身の意志で。そうか、いいだろう。ただし君のお父さんと同じ罠にかけられないように注意するんだ。いいね。父と同じ罠。車だ。
どうした？ペテンにかけられた。何？それと鏡が危ないよ。父と同じ罠、どういうことです？ミラーマンにとって鏡の中の世界に長くとどまることは死を意味する。お父さんはその弱点を突かれて殺されたのだ。私にはインベーダーが今回も同じ手で君を殺そうと狙っているとしか思えない。いや、きっとそうだ。体が思うように動かないと。苦しい。
頑張れ、頑張るのだ。お父さん。京太郎、今お前はインベーダーの策略にかかっているのだ。京太郎、ペンダントだ。私の形見のペンダントを使うのだ。京太郎君、先生、よかった、本当によかった。先生、僕このペンダントのおかげで助かったんです。このペンダントのおかげで。お父さん、安らかに眠ってください。あとはこの僕が。よし、どうぞ。それよいしょと。どうした。それ、さあお父さん、もう一丁。一郎君の姿をよく見てやってください。それ、おおっとっと、はあ、今のあそこさんのミスだぜ。すいません、お願いします。行くよ。ナイスコントロール、どうもありがとう。さあ二人とも、おやおやしないで試合再開だ。よし、やろう。京太郎は知った。たとえ父親と子供の間がどんなに離れていようと、そこには一本の強い絆があること、明日に向かって進む強い大きな絆があること、そして今日もまた宇宙の侵略者は新たな攻撃を企んでいる。頑張れミラーマン、戦えミラーマン。太陽エネルギーを利用する強力な太陽銃ソルガンを研究する大倉博士が襲われた。ところが犯人は博士の助手だったのだ。事件を調査する京太郎は助手の秘密を発見した。そして現れたゴールドサタンを前にミラーマンは迷った。ゴールドサタンを殺すと助手も死んでしまうかもしれないのだ。次回のミラーマンにご期待ください。の光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマンの世界を通り抜け、今だキックを使え、目だ。ミラーナイフが銃を切る、戦え僕らのミラーマン。星空の光の中に立つ影はミラーマン、ミラーマン、光の壁を突き破り、今だとどめの一撃、頭だ。ミラーシュートが敵を裂く、戦え僕らのミラーマン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録すると動画の更新をお知らせするぞ。それでは次の動画もお楽しみに。